どうも、スギチャンネルのスギです。皆さん見てますか？毎週時効警察始めました。はい、ということで、前にですね、スリープレイグラウンドの動画で、時効警察始めましたが始まるよっていう、お知らせの動画を出したんですけれども、今現在放送中の時効警察のグッズをちょっといくつか買ってきたのでご紹介したいと思います。ということで行ってきました。このテレ朝ショップです。行ってきました。でご紹介しましょう。まずですね、時効警察こちらですね、始めました。こちらファイルですね、クリアファイルになってます。主演の小田切丈さんとか、麻生久美子さんとかいますね。そしてこれの裏がですね、ちょっと見にくいんだけども、誰にも言いませんカードになっております。ここに桐山修一郎と書いてあって、認め印が押されてますね。で、こちらは、角が若干丸くなってるんですけど、こちら丸くなってないので、誰にも言いませんよカードの F ではございません。ちなみに。そして、こちらですね、前のお知らせの時にですね、動画の中でこうチラ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 映っては消えてみたいなのをしてた総武くんが、なんとですね、こちらダーン総武さんになってですね、12年の時を経て総武くんからも、例えば総武くんが8歳だったら12年間経ってしまうともう成人になってますから、こういった形でね、大人になってるんですね。こんな感じで。そして、よく見るとおそらくまあ昇格したんではないかという恰幅のいいおじさんみたいになってます。こちらはアクリルマグネットですね。マグネットになってます。そしてその総武くんのこちら、総武さんの、T シャツですね。で、まだありますよ。こちら、じゃん。こちらですね、この件は誰にも言いませんまんじゅう、言いませんよカード風になってる、パッケージのおまんじゅうでございます。開けてみます。ここに書いてあるんですけど、おまけステッカーが、1枚入ってます。全最初で1枚入ってます。やっぱね、人気なんだなって思ったので、お店行った時にやっぱ結構人が集まってるというか、見てる人がですね、グッズを。さあ、真っ白い箱から出てくるのは、じゃじゃーん、かわいいよねこれ。めっちゃ総武さんがねプリントされてるおまんじゅうなんでございます。ちょっと開けてみましょう。こちらですね、総武さんが、プリントされてるおまんじゅうです。食べてみましょう。結構お土産としてもいいかもしれない。これこんな感じ、しっかりとプリントされてます。結構で、これを割ると、うわー、ソーブさん、こんな感じであんこが詰まってます。うん、おまんじゅう、こしあんだね。こしあんのおまんじゅうです。おいしい。そして、テレビ朝日のテレ朝ショップのところにある
ガチャガチャ、こちらバーン、総武さんの缶バッジ。結構ね、8種類ぐらいあったのかな。で、一番これがシンプルで一番いいなと思ったやつが一発で出ました。いよいよしょー、中につけようと思います。なんかいい具合にね、分かる人には分かるし、分かんない人には全然分かんないっていう、このいい具合のねバランスというか、このアンニュイさがいいです、すごく。そして、まあこのスリチャンネルを初めてご覧になった人もいらっしゃると思うんですけれども、この杉チャンネルはですね、簡単に言うと、もうこの私杉がですね、ただ好きなもの、楽しいものとかを、ご紹介する動画なので、今までですね、再配信ご覧になっていただければ分かると思うんですけども、マーベルのグッズであったりとかを、紹介したりとかしてるんですけども、ヘリコプターがもうずっとヘリコプターが飛んでる。はい、ということで、もうヘリコプターも飛んでたかな。ということで、まあ、ご紹介してるんですけども、そのマーベルのグッズの中でですね、一時期すごくアクリルスタンドっていうのにハマってまして、まあこういったものですね、まあ、全然時効削りには関係ないんですけど、こういうアクリルでできたこうキャラクターがあるんですけども、こちらにハマってまして、なんとこの時効警察始めましたのこちら、総武さんトレーディングアクリルスタンドっていうものが出たんですよ。これめっちゃいいなと思って、でしかもこの中になんと、誰にも言いませんよカードも入ってると。ちょっと開けてみたいと思います。今回2つ買ってきたんで開けてみたいと思います。いきます。お、しかも、お、おー、お、ディリーン、名作ミステリー史を読んでる、総武さん、かわいい。めっちゃかわいい、これ。そして、ここにですね、時効ケース始めましたの。まあ、キーチェーンみたいになってるんですけど、これ、こんな感じで。でも、この時効ケース始めましたの、ここに穴が開いてるので、ここの台座にこうブスッと刺して、スタンドとしてもいけるよということですね。かわいい。またヘリコプター飛んできたよ。はい、そしてもう一個開けてみたいと思います。誰にも言いませんよカードが欲しい。来い。あーっと、ゴロ寝している総武さんでーす。スルメとビールを持っています。ゴロ寝しております。総武さんの、こんな感じの、が当たりました。こんな感じですね。これがアクリル、トレーディングアクリルですね。スタンドになってます。かわいい。はい、ということで今回時効警察始めましたのグッズをいくつか紹介していきました。他にもですね、ボールペンであったり、ルイ・ヴィトンのモノグラムの、ちょっとパクリみたいな、小銭入れがあったり、あとタオルがあったり、シールとかステッカーがあったりとか、本当他にもいろいろグッズがあるので、あとぬいぐるみとか、ありました。よかったらネットでもね買えるみたいなので、よかったら見てみてください。そして1個忘れてました。先ほどのおまんじゅうの中にですね、ランダムでステッカーが入ってたのを忘れていましたので、それを見て終わりたいと思います。せーの、ドン。おお、なんとこれと全く同じものが出ました。ちょっとねあれっぽくなってる、あのビックリマンシール的な感じになってる総武さんのシールでございました。ということで、以上、時効警察始めましたのグッズ紹介でございました。よかったらぜひぜひ買ってみてください。
以上、スギチャンネルのスギでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。